ラプラスの魔は知っていて。それは知らないというわ。この物質で以前古いハードディスクを発見したのよね。で、中身を吸い出してみたのよ。他人のハードディスクを除く。答えられないわ。30年ものだからどうかなと思ったけど、読み取れたね。そのようで、当時の会員が作ったらしきプログラムデータが出てきたの。そのプログラム名がラプラスだったわけ。興味深かったので、昔プログラムの仕事をしていた知り合いに手を入れてもらってね。選択権はあげるわ。携帯に転送したの？あらかじめデータを入力しておくことで、限定的に未来予測を試みるプログラムのようね。あくまで試みる、ね、いくら現代でも端末程度のスペックで事象演算など不可能だもの。占いに毛が生えた程度のものと思われるわ。どう？今日はこれで勝負というのは。また一段と意味不明だな、クズ野郎。俺のすることに干渉するんじゃねえ。風の流れを変えることができないように、俺の意志だって止められやしねえのさ。俺は俺という自然現象、気ままなレッドにすぎねえ。薄汚い手で俺に触れるな。断じてキャラなんかじゃねえ。ソウルから自然に出たシャウトだ。てめえこそどうしていつもそう狂った旋律を奏でやがる。そんなことをしてもてめえが世の俗物どもと同類行ってことは変わりやしねえ。人となしつけてる時にメール打ってんじゃねえよ。黙れ、追随は許さねえ。君だ。
ゲンダロウと関係ねえ。俺は俺の進みたい道を行く。やめりゃ止まってやる。止まるからやめろ。こうなったら、強い野郎だ。ずいぶん頑丈なお調子者がいたもんだ。ピンピンしてやがる。俺はこのざまさ、足をやっちまった。いや、この分じゃ明日の朝筋肉痛で血ヘドを吐くことになるだろうぜ。落下したとき、一瞬だけでもヘリをつかめたせいだ。結局は手が滑って落ちちまったが、俺はどうやらマンホールを踏み抜いちまったようだ。階段を降りたところにあるあのマンホールだ。暗さじゃ はしごに触るな。よく見な。長年使用されていない施設。脱出方法はそのはしごだけだ。だが見ての通り、腐っちまってやがる。俺の見たところ、そいつが使えるのは一度きりだ。見くびるんじゃねえ。てめえがいかにクズだとしても、見捨てて俺一人だけ助かろうなんて軟弱な真似はしねえ。だが、勝負となれば話は別だ。本気の勝負をして、勝者がはしごを使う。こんな時だからこそだ。こうでもしねえと、そっちのマジを引き出せねえからな。俺のスラッグショット、受けてもらうぜ。俺の構えが分かった。なぜだ天王寺、理由を言え。
ならどうする。ここからは声も届かないし電波も入らねえ。構わねえな。どういう指示だ。こいつは一体てめえが俺より先に運命に抗う術をゲットしていたとはな。じゃあどうすりゃこの運命という名の神の罠を食い破ることができるんだ。あのはしごは連続使用できねえと言ったぞ。その方法とは。あ？ここでダイエットでもしようってのか。夏の夜、奏者なき連弾のうつろな響きは俺の心に生まれ出た汚れし双子天使の奏でる食材なのかもしれない。つまり今度の新人賞の締め切りが近くてな。裸になってどうする。そんな変質者みてえな真似ができるか。死んだ方がマシだ。うわてめえ、いきなり何しやがる。Tennouji、言いたい放題だな。上等、やってやら。どえらいことになりやがるな。そいつは同情のつもりか。けっ、難しいなら俺からクライム決めさせてもらうぜ。安心しろ。その時は先行に報告しておいてやら。ぐおー、その女子部みてえのが集まっててよ。準備運動してやがって。その部活の顧問が持っていっちまった。
められるか。性犯罪者になっちまうだろう。だってわかんねえよこんなの。やべ、来た。見つかっちまったら社会的に命はねえ。それしかねえな。よし、ならこっちだ。しばらく茂みが続く。一斉の背で行くぞ。と捕まりゃ生贄だぞ。走れ。ダーツ部族か。あら、新聞部のネット配信記事、面白いわ。校内に裸族出現ですって。なになに？裸族は、服着てる子いねが、と叫びながら、人の衣類を奪おうとする。ただの変態様現るじゃないですか。天王寺の好きそうな立派なオカルトじゃない。調査しなくてもいいの？何？らしくないわね。じゃあラプラスの方はどうだったの？では、今回も私の勝ちということね。何なんです？あなたも使ってみたら？よくわからないですけど、面白そうですね。昨夜に使ってきてもらいましょう。
うん、言い忘れていたけど、ラプラスね。とにかく、どんな未来演算でも裸になれという結論に持っていく。いわゆるネタソフトの可能性が高いそうよ。どうやらこれは何をやっても裸にさせられるソフトのようですね。なんとかシャツとパンツのみは死守できましたが、千早さんのためとはいえこのようなことになるとは不覚です。おや、これはありがとうございます。